SnowMan の目黒二26が主演を務める連続ドラマトリリオンゲーム TBSK 吉川浩五58は同番組に主人公のビジネスパートナーで投資家のケドーイン一起役で出演しているが8月16日に行われた自身のイベントキッワ・コージプレミアムナイト2023ガイズドールズで目黒と意外なバトルを行っていることを明かし 注目を集めている目黒さんといえば、ルックスはもちろんですが、1 8 5トルの高身長でスタイル抜群ですよね。トリリオンゲーム、でも、ビジネススーツを着こなす際は足の長さが本当に際立っている。対する吉川さんも高身長で足の長さが話題になりがちな人ですが、1 8 2トルで目黒さんより若干低い。これがきっかけで、 撮影現場でちょっとしたバトルがあったといいます女性誌ライター目黒と横に並んで一緒に歩くシーンで自分の背が低いのは尺に触るため1 5センチメートルのインソール中敷きを入れて撮影に臨んだところが目黒も1 5センチメートルのインソールを入れていたそんな撮影現場の裏話を吉川はイベントガイズドールズで語っていたという 実際に本編の横並びのシーンなどを見ても、目黒さんの肩が身長が若干高く見えます。その目黒さんは 185cm なので、プラス 1.5cm で 186.5cm。目黒さんの親友でスノーマン1の高身長 190cm を誇るラウールさん、20、に追いつきそうな勢いですね。スタイル抜群の目黒さんが相手だと、 吉川さんに限らず背が高い俳優は思わず張り合いたくなるのか、ファンの間では吉川さんの発言から、過去に大泉洋さん、50、と目黒さんが言った厚底バトルを思い出す人も多いですね、全道吉川と目黒のインソール対決には、月の満ち欠けで大泉さんと厚底対決してたけどトリリオンゲームで吉川さんとインソール対決してるめめちゃん本当最高に面白いし、 相手方も面白くしてくれるの本当を助かる。ただでさえスタイル良いのに小細工してるの可愛いな。めめ、大泉洋の時も俺が小さく見えるから厚底履いてくるな。って言われたのにその後も厚底履き続けるの分かってるな、って思った。めめ、大泉洋といい吉川浩二といい子を身長俳優大先輩と厚底で勝負しがちで大笑いした WWW。 といった2022年12月2日公開の映画「月の満ち欠け」での大泉と目黒のやり取りを思い出す声が SNS に多く寄せられている。目黒さんと大泉さんは同年11月21日に行われた公開直前イベントを皮切りに厚底バトルを繰り広げていたことで有名です。きっかけは大泉さんが目黒さんの直してほしいところとして かっこよくてスタイルもよくて僕よりも背が高いのにたまに厚底の靴を履いてくることがあるとクレームを入れたことでした前室の女性誌ライター。これを受けて12月1日の公開前夜祭舞台挨拶で目黒はまた大泉さんにぼやかれたいなという理由であえて大泉の身長がさらに低く見えるような厚底靴を履いて登場。狙い通り大泉から あれだけ言ったのになんでお前今日厚底の靴履いているんだ。もともとでかいんだから俺と出る時に厚底履くなっつったろ。というぼやきを引き出したが、これだけでは終わらなかった。同年12月10日に行われた、月の満ち欠け、の大ヒット御礼舞台挨拶では大泉が目黒に対抗し、12センチメートルの厚底スニーカーを履いて登壇。 身長を1 9 0センチメートルまで底上げし、君、小さいよ。大丈夫、と目黒を見下す、仕返しを披露し、目黒や共演者たちを爆笑させた。さらに、目黒と大泉が、月の満ち欠けの演技が認められてで、日本アカデミー賞の優秀主演男優賞と優秀助演男優賞をそれぞれ受賞したことから、今年3月10日に行われた、 第46回日本アカデミー賞授賞式ウェルカムレセプションでまたしてもバトルが勃発4トルの厚底靴を履いて登場した目黒を僕も忘れてた戦いを背が高すぎて映り方がおかしいとこれまでの舞台挨拶と変わらぬテンションで大泉がネタにしたが目黒も負けじとこうやって大泉さんにたくさん言っていただけるように履いてきた 大泉さんとのお仕事の時は、厚底って決めてるので、用意していただきました、と笑顔を見せ、息ぴったりのトークでインタビューを盛り上げたのだ。目黒さんは温厚で誠実そうな印象を受けますが、大泉さんにいじられたくて厚底靴を選んだり、意外とやんちゃなところがありますよね。吉川さんも本当に嫌な出来事だったらトークのネタにはしないでしょうし、吉川さんも対抗意識は燃やしつつも、 目黒さんを可愛がっているのでしょうね今後も目黒さんが背が同じぐらいの俳優と共演する際は厚底対決が拝めるかもしれませんね全道マネーゲームを繰り広げるトリリオンゲームその裏側では高身長ゲームが行われていたようだ